皆さんこんにちは、アランです。今回はベトナムフーコク島の無料バスをご紹介します。空港を経由しグランワールドのある北部に向かうルートです。それではどうぞ。ホテル出てすぐ目の前にコンビニがあるんですけど、そこの前にねバス停があって、それがビンバスのバス停とか言ってスタッフが言ってたんですけど、バスの中にいます。バスのうんちゃんめっちゃ優しい。スーツケースも運んでくれます。しかもバス、ね、めっちゃ新しいし綺麗。スーツケースも普通に運んでくれて、専用のところにも置いてくれた。なんかホテルのサービスより全然すごいいいよね。びっくりしました。これ利用した方がいいと思いますよ。ここから1時間ぐらいちょっと乗ってまた乗り換えてホテルの方に向かっていきたいと思います。車内の様子はこんな感じです。通る道はこんな感じ、こんな感じですね。各ホテルに泊まるみたいです。でなんと車内は Wi-Fi と USB もあります。すごい。今からバスしばらく走るんで約1時間だそうです。周りは本当にのどかです。今ね空港まで一周通って次はエデンリゾートだそうです。旧エアポートですね。はい、旧エアポートです。これめっちゃ急すぎるでしょ。面白いな。すごい、今市場になってますね。だいたい着きましたね。こんな感じなんだ。まあ、全然食べるとこいっぱいあるやん。いいんじゃない。お、あ、いいね。ここで降りようか。ルメリアまで行こう。ルメリアのバスがこちらですね。これに乗っていきます。そうなの？いい感じ？いい感じ。なんかあの緑の車たちは何なんだろう。ビーンバスタクシーなのかね。電動自動車だったよ。はい、無事にビーンバスの乗り換えができました。バギーみたいな人たちつかもう置いてあって、若干ねホテル名とか書いてあるんですよ。でそれを間違って乗ってしまうとそれがねタクシーみたいな感じなんで間違わないようにしてください。キャッチの人も結構ねあのガンガン言ってくるけど違います。あの同じバスに乗るようにしてください。でバスもね日本と一緒でね行き先書いてあるんでそれに乗れば間違いないと思います。見ました。めちゃくちゃ運転上手だよね。おバスもすれすれすれ。サファリに着きました。バスの時刻表多分あんな感じかな。ビーンワンダーズの外はこれ完全にゴーストタウンです。テナント誰もいません。乗り立てだけど誰もいないね。テナントごめんね、まず人がいない。
クオースティの先に見えてくるのが、はい、着きました。本日泊まる予定の宿です。着きました。とりあえずチェックインしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると励みになりますのでよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。